とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンどうやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、アイテムがいっぱいいっぱいになってますね。古代狩り、やっていきましょう。とりあえず3周。で、どうしてもね、出ない時には4周行くかな。まあ、とりあえず、80% ぐらいで3周行きましょう。お、いい場所。来ましたね。ここはバブルバスターと、覆われた怒りか。が狙える。お、イカも狙えるんじゃなかったっけ？まあ、とにかくここめちゃくちゃいいんで、嬉しいね。出ない。雷が出ない。よし、オッケー。何？あ、バブルか。いりません。次行きましょう。多分同じやつ出やすいからね。ビーバー出ました。ここも防具がいいんだよね。あ、いやいやいや、結構ここはいいわ。そうか。でも最近なんかこの、なんだ、クリーパーの健康がちょっと嫌なんだよな。あ、次に倒した。よかった。倒した後でもこれ出続けるからね。気をつけないと。呪いの斧、ゲットでーす。またしても、ウィーバー。これじゃなくてね、腐った船員さんの方がいいんだよね。あっちの方がいいのが出るから。なんだっけ？キーボード？いや、違う。なんか出てる。ここは、あ、トリック棒か。はいはいはい。ということは、愛のスペル棒と、ピンクスコーンドレルか。あ、じゃないかな？一周目から、まあ、なかなか良かったんじゃないですか？三匹出るってことは。うん、良かった良かった。じゃ、とりあえず見てみましょう。武器は基本的にね、今使ってないんだよね。近接が今全然ダメなんで、使ってないんで武器はいらない。お、夜の棒は良くないな。いらない。ブロードソードいりません。うん、いらない。次。ノーマルばっかだね。次だ、どうだ。グリムアーマー。あ、なんかグリムアーマーに、無謀となんか入れればいいっていうか、あ、無謀とクールダウンか。入れるとなかなかいいらしいんだよね。いやー、よくないですね。2周目行きましょう。見回りですね。防具がタイタンが出るか。あとはいらない。うん。弓も武器もいらないわ。よし。なんだ？うわー、出たー、メイス。あー、ここか。仕方ないね。まあ、下のアーマーが出てきてくれればいい。いやー、でももう、すでに持ってるしな。あ、でもまあ、これに、もう少しね、ポーションバリアとかついてくれれば嬉しいかな。あ、危ねえ！なんだ、ノーマルでしょ？ああ。折れたソーブレードかな。はい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 。でも、ゴールが見えてるから、おそらくこれで、終わりでしょう。2周目、おしまーい。まあ、1周目に続き2周目もちゃんと古代人出てきてくれてよかったね。失われた魂の棒、いりません。全部ノーマル品いりませんね。月のだが、弱くはないんだけども、いらないかな。必要ないね、今は。最後、小玉が出てるぞ。いやー、でも使えない。はい。では、ラスト、行きましょう。それでは、3周目終わりです。ゼロだったね。3、2、0と。まあまあ、5体出たからいいでしょうかね。いらない。いらない、いらない。お店も最近なんかね、出ないんだよね、いいやつが。
全部いりませんね。いらないね。次。お、愛のスペル棒どうだ？あー、ダメやね。ダメやね。この愛のスペル棒の、カバンビルドはなかなか良さそうなんだよな。激横なんで、なかなかいいんだよね。愛のスペル棒と、あとピンクスコーノレル。あれはね、すごい向いてるんだけどね。ノーマル品。はい、いりません。見てみましょうか、今日出たやつ。ノーマルばっかだね。ストーンブレードいりません。メイスいらない。もちろんね。で、トリック棒。いりません。バブル。いらない。呪いの斧。悪くはないか。あ、でもいらないね。回復もついてないし、いりません。はい。ということで、3周回りましたけども、全然ダメだったね。全然ダメだった。まあ、とりあえず最近あんまり出てくれないんで、たまには出てきてほしいんだけどね。はい。まあ、とりあえず今日使いましたのが、バブルバスター、そして、パープルストームだね。そして、防具を、発光するイカ。で、行きました。まあ、途中で、このね、生きたツタのアーマーにも変えましたけども、基本このイカ装備で行きましたね。やっぱ移動速度 15% アップするんで、これを装備した後、普通の装備をすると、すごく遅く感じるんだよね。なので、最近この装備、意外と使ってます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。